岸田総理は過去に旧統一教会系の友好団体トップと面会していたとする一部報道について、誰がいたか承知していないと答えました2019年、当時自民党の政調会長だった岸田総理がアメリカのギングリッチ元下院議長と面会した際、旧統一教会系の友好団体、UPF ジャパンのかじくり正義議長が同席していたと一部で報じられました。 カジクリ氏は旧統一教会の政治団体国際勝共連合のトップも務めています岸田総理体制の同行者がおられたと記憶しておりますがその中にどなたがおられたかということは承知しておりません今私の認識としてはギングリッチ元議長とお会いしたということ 岸田総理は記者団に対しこのように述べ、カジクリ氏と名刺交換をしたかどうかなどについても、覚えていない、と話しました。これまで岸田総理は教団側との関係について、私個人は知り得る限り関係はない、と説明しています。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。岸田内閣に新たな疑惑が出てきた。しかも今回は、 党のの首相個人の問題となってくる岸田首相はこの疑惑に対して誰がいたか承知していないというがこれは否定していないということだこれまでの政務三役の辞任派閥の政治と金、ね、の問題は必ずしも首相が直接関わったというわけではないという説明もできるが今回は状況が異なる国民の政権支持率は 直近の調査でも最低を更新し危険水域に入っておりそれが固定化していることが常態化しているこれでは日本政治自体に対する国民の政治不信を招く危険性がある承知していたかどうかは問題ではありません古くはロッキード事件で偽証罪を免れるために記憶にございませんという便利な言い回しがありました 最近は「承知していない」がとって変わったようです世界中でカルト教団認定されている新興宗教の関係者が安倍元首相を筆頭に政府の中枢と同じ場で会合ができるこの状況が問題だと言っているのです次の選挙では全ての政治家は元統一教会とどのような関わりがあったか明らかにした上で選挙に臨んでほしいです 投票すす。るるか否か否のの第一の判断材料になると思います首相が外部の人間と面会する際に相手が誰か知らず同席させるなんて警備神絶対にありえない首相自身は誰かは知らなくても出席者リストは必ず事務方が保存してる。 秘書に確認すれば資料はすぐ用意できるのに知らぬ存ぜぬでしらを切り通しそうとしてるかリスト処分の時間稼ぎにしか見えない会っていたなら会っていたと認めた上で会談内容は相手の了承なしには話せないという方がまだ言い訳として成り立つホテル勤務時代皇族や VIP 対応の際には 選出されたサービススタッフは名簿を警察に提出させられ身辺調査を受けていましたそれくらい警備は厳重でしたこんな苦しい言い訳は止めた方が良い兵素から面談や会合で様々な人に会うにあたりどこの組織のどういう職位の誰なのか事前に確認しないわけがないあの銃撃事件により統一がクローズアップされやばいと思っていたのだろうが 一番太いパイプだった人物が死去したことをいいことにあたかも自分は距離を置いていたかのごとく振る舞っていたのは総裁でありながら卑怯かつ悪質極まるとしか言いようがない裏金キックバック問題も対策対応をするなどと穂ざき抜かしているがこのカルト反社組織の連中がまともな対応などできるわけがないしやるわけがない。 こいつらにいつつつつららににまでも政権に居座らせてはは終終わりつつある日本は完全終了する。日本完全了す国民は真剣に政治に向き合わなければならないしマスゴミにジャーナリズム精神がみじんでも残存するなら統一自民を徹底的に糾弾し今こそ叩きき潰すべき機会だ誰がいたか承知していない今岸田首相の内閣支持率が悪いのはまさにこのはっきりとしない言動だと思いますね。 なんか言葉をはぐらかしているような態度が減税の後に増税が待ち構えているようなほじった解釈をされてしまう原因にもなっていると思います安倍元首相の後の菅前首相に引き続き岸田首相も評価が芳しくないというのは自民党の体質にもかなり問題があると思いますねそれでも岸田内閣の予算案に賛成している野党がいるというのもどうかと思いますね 自民党の政調会長であれば何時どこで誰と面会したか記録ぐらい残っているのではそれを速やかに確認できるようにしておくことは中小企業の部長クラスでもやっていますそうした管理もできていないとなると岸田文雄の総理大臣としての適性を疑われるのではないでしょうかそれにしても後ろめたさがある時の政治家の典型的な回答です 旧統一協会のトップとの面会岸田首相は安倍氏銃撃事件の後自ら自民党と旧統一協会の関係を精査して公表すると言っていた記憶がありますその発言の信用が根底から覆されるニュースです少なくとも岸田文雄は首相として適材適所ではありません 自民党によって長い間の政権が築かれてきた中勝共連合からの政治関与が自民それぞれの議員の理念に影響を与えてきたのは否定できない関係を断ったとしているが自民全体の意識的保守傾向はいまだに改革の道筋に壁を作っているそれは勝共連合の方針と自民それぞれがこうしていることを表しているのだ 関係が立てても精神的影響は色濃く残りジェンダー問題や夫婦の性移民難民問題は自民政策により不自由を余儀なくされている政策決定の権限を持つ総裁に連合とのパイプがあるのは当然だ首相が何を言ってもその関係がないものであるとの証明は難しいだろう名刺まで交換しておいて知らないはありえず 隠す理由があると疑われても仕方ない安倍政権が台湾有事への警戒を強めていた時期であり政調会長としての立場も問われる商共連合トップを兼ねた旧統一教会関係者から反響商共思想の影響を受けたのか受けなかったのか安全保障問題とも関連するだけに明確にすべき責任がある。 元首相の安倍晋三殺害を賛成はしないが山上被告の行動がなければ現政権と旧統一教会の宗教団体の絡みが追及されることはあったのだろうか憲法には政治と宗教を分離することを謳っているが憲法は以前起きたトラブル問題を再発させないように作られたものですよね。 この国国がもはや法治国家から次第に大ききくをを切っているることを国民は知るべき時期ですよね。岸田さんをバッシングしたいための記事なのはわかるけど、この面会はアメリカの要人と会うためのものであって、旧統一教会系列団体のトップさんは同席していただけたとえその人間がこの会合を招聘した人物だとしてもいちいち覚えてはいないんじゃないか。 問題はそこじゃなく、なぜそのトップさんが同席していたのか、誰がその場に呼んだのかが重要です。その人間が旧統一教会とのパイプ役というか、政界や霞が関に入り込んだ教会側の人間の可能性すらあるのだから。